はい、今回の手引き塾は、勝っても負けても幸せになる方法っていうお話をしたいと思います。それはですね、普通は勝ったら幸せとかじゃないですか。お金儲けたら幸せ。お金がなかったら不幸せとか、そういうのあると思うんですね。で、選挙でも当選したら幸せ。落選したら不幸みたいなあると思うんですけれども、僕は勝っても負けても幸せなんですよね。幸せになれるんですよね。それなんでかっていうと、勝っても、例えば勝ったら幸せとか、まあそれはわかりやすいと思うんですよ。負けても、その自分に、それが結果、そのことが起きた、そのことがあったおかげで、それが腹落ちして、自分の肥やしになってたら幸せなんですよ。例えば勝っても凹むことあるし、凹むっていうかダークサイドに落ちることあるし、負けてもダークサイドに落ちることあるんですよ。例えば勝ってね、やったーとかね、幸せかもしれないけれども、例えば勝って、やったーみたいな感じで調子に乗ったり、天狗になったり、お金儲けてやったーと思って、その調子に乗っちゃったり、悪いことしちゃったりとか、そういうこともあるわけじゃないですか。で、負けて辛いなーとかあっても、その負けたことによって得られるもの、感じるもの、その負けたことによる気づきみたいなのを見出せれば、それは幸せになれるんですよね。その負けたことによって自分が成長したとか、いろいろあると思うんですね。なので、勝っても負けても、そこから宝物を見つけるとか、そこから自分の肥やしになるものを、に変えていく。まあ、宝物を見つけてもいいし、肥やしに、変えていく。肥やしに変えていくでもいいし、勝っても負けても幸せになれるんですよ。お金を儲けても、お金が儲けられなくても幸せになれます。当選しても落選してもどちらでも幸せになれるんです。大学受験にね、合格しても合格しなくても幸せになれるんです。何かで試合に勝っても負けても、幸せになれるんです。彼女に、告白して、付き合うことができても、振られても幸せになれるんです。まあ僕で言えばね、結婚して、離婚しても幸せになれるんです。結婚して幸せにもなれるし、不幸にもなれるし、離婚して幸せにもなれるし、不幸にもなれるってことなんです。なので、いかなる状況でも、右行っても左行っても、どっちでも幸せになれるんですよ。なろうと思えば。それを見出そうとしてないだけなんですよね。そこを見つけて、自分の体に落とし込んで、あ、幸せだなとか、あ、よかったなって思えたら、それが本当の勝ちだと思うんですね。なので、勝ち負けに一喜一憂しないで、そこから、何を見出せるかっていうのが大切だと僕は思います。だから、負けたりしね、試合に負けたりとか、大学受験、ね、落ちちゃったりしても、そこでね、落胆しないで、そこからね、得られるものを見つけて、自分の肥やしにして、振り返った時に、笑い話にでもね、してもらえたらなと思います。別に笑い話にしなくてもいいですけども、だから、自分のね、プラスになるようにね、やっていったらいいのかなと思います。逆に、勝った人、お金儲けた人とか、と、あの、当選した人、合格した人、付き合えた人、ね、彼女と付き合ったり、彼氏と付き合ったりした人も、ちょっとね、天狗になったり、調子に乗っちゃったりすると、すってんころりん、転がっていったりするんで、なので、一喜一憂せずに、常にね、自分が本当にハッピーな状態、幸せな状態で保てるように、いつも心がけて、いったらどうかなって思います。ということで、本日の手引き塾でした。いつもご視聴ありがとうございます。感謝しています。愛してます。